もね、朝8時から並んでたっていう方たちもいらっしゃったということでね、ほんとちょっとあの体の方を冷やさないように、もうここを熱くどん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 とね、今日も皆さんお祭り騒ぎでこの名古屋グランパスファンサポーター優勝報告会楽しんでいきたいと思います。司会進行は私、名古屋グランパスホームゲームスタジアム DJ のヨーヨー陽介です。どうぞよろしくお願いします。とうとうこの日がやってきましたよ。本当に皆さん待ちに待ったと思います。もう18年目の歓喜、そんな中今日はそれにふさわしいゲストもお呼びしておりますので、ここでご登場いただきたいと思います。元名古屋グランパスチームメイトの小倉隆文さんです。どうぞ。何を言ってるんですか。もうふさわしい、ふさわしい。僕あの陽介さんにふさわしいと言われて、みんなにって言われたらどうしようかと思ったんですけども全員でもなって知ってる人は知ってると思うんですけども、はい、私一応名古屋グランパスの OB でございまして、もう存じておりますよね皆さん。ということでウェルカム状態ですよ。いただきました小倉隆文です。どうぞよろしくお願いします。はい、あ、そして皆さん優勝おめでとうございます。よですね、待ってましたよ。待ってましたか。いやいや本当に僕その名古屋を抜けた後も気になってましたよ。早く優勝しなきゃいけないチームだなと思ってたのに。そうですね、かかりましたね18年。だからですか、こんなにたくさんの人が来ていただいてるのは。すごいですよ。もう今日ね、雲一つないこんな気持ちいい日にどこまでも人の波があるという。大丈夫ですか、こんな12月の忙しい時に皆さんね、何を言ってるんですか。もう何よりも優先順位も1位ですよ、これは。優勝したから、はい、あ、そういうことになるんですね。はい、もう、ね、18年目で来ないとまた18年待たされるかなと。そんなことはございません。何ですか、来年もここでやるはずです。なるほど、ぜひともやって、それを信じてやりたいと思います。はい、はい、ということで小倉隆文さんといろいろと進めていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、早速小倉さんに登場していただいたんで、皆さんもですね、もうだいぶ朝から待たれてる方は、ご覧になったかと思いますが、この2010年の優勝までの名古屋グランパスの奇跡というものをですね、はい、ダイジェスト版でまとめてある映像がありますので。なるほど。それをちょっと小倉さんとね、見ながら、はい、皆さんも見ながらですね、ぜひとも噛み締めながらのやっていきたいと思いますので、噛み締めましょう。はい、皆さんはですね、もう両サイドの大型ビジョンでバッチリ、遠くの方の人たち見えますか。うわ、もう奥の方までありがとうございますね。もう本当にもう後ろ見てみてください、皆さん自分自身の今いる。すごいですね。で、僕らは後頭部が見えるんでね、そんな状態でございますけど、まあ、それは、はい、すごい人がいっぱいですけども、はい、はい、それじゃあ大型ビジョンご覧ください。 VTR スタート。